はい、こんにちは、銀河の小池です。こんにちは、はい、ですね、今日も、生徒さんから質問されたことをちょっとやりたいと思います。で、いろいろビデオとかね、本で読まれて質問してきたんですけど、最近のスイング傾向としてはちょっとシャット気味にしといて、それをあまりフェースをローテーションさせないで体の回転で打っていくのが流行りじゃないかということで、私もそういうふうにしたいということで質問を受けました。で、実際に傾向としてはやっぱり昔よりもね、フェースのローテーションというのは抑えて打つ傾向ですね。やっぱりプロも PGA の選手見ててもあまり開いて、そこからオープンの状態から溜めてきてポンって返して打つってことは、あまりこう進めないというか、みんなやらなくなってきましたね。で、それはまずクラブの進化で、飛距離的にも実際にこの状態でフェースを溜めてポンってこうやってヘッドを返さなくても距離が出る。で、どっちかというとやっぱり曲がらない方向、そうするとフェースのローテーションを抑えてこう打っていくのが一番曲がらないです。で、実際にいろんな機械今ありますよね。で、進化されて実際にインパクトの時のフェースの向きとかボールの飛び方とか力のどう入っていくかっていうことがすごくこう細かく出るようになってきて、で、実際にフェースを開いた状態からフェースをローテーションさせてボールを捉えていくと、細かいことで本当に見るとボールってやっぱり安定感がないです。で、そういうスイングの人の方がやっぱりボールが少し散らばる傾向にある。球の出る場所とかね。で、実際ちょっとこうシャット気味にしてフェースも、消屈してそのまま体のターンでこうフェースローテーションを抑えて打つ方が、そういう機械で測ってもやっぱ安定感がやっぱ全然違う。なので実際に進めるのはこのあまりローテーションしないでいく。ただここに落とし穴があって、今の話って PGA ツアーとかプロの話です。で、アマチュアの人のスイングの傾向ってどっちかっていうと、早くクラブヘッドを持ってきたりキャストしたりとか、フェースのローテーションをあまり行わない人がほとんどです。要するに溜めてきてそこからフェースを返してっていうことがあまりしない。なんでかというと、プロのようにやっぱり練習で毎日して、それでこう何回も何回もこう繰り返してコースを回っていくうちにその感覚を覚えていければうまく溜めてこうできるんだけど、ほとんどの人がまずボールを当てなきゃいけないので、ヘッドを早く動かす。で、ヘッドを早く動かしてきたのにクラブを早くターンさせたら、みんなボールが左行っちゃうんですね。なので、トップからプロは少しシャット組にしておいても、そのままローテーションで来るし、でもその動きを見ると、だからって完全にこう閉じたものを開いてこうやって打っていくわけじゃなくて、実際にここの辺の動き見たらこんなになってるわけじゃないです。実際みんなこうなってます。アマチュアの人のほとんどはここのポジションの時に肘が抜けるチキンウィングねとか、こうフェースを閉じない動きをしたから、で、閉じない動きをしてるってことは本当だったら右飛んでっちゃうだけど、その分ヘッドを早く持ってくる、早く持ってくる。なので結果的にはフェースがまっすぐ当たるんです。だけどこうやって打ってるんで、パワー不足になるってことですね。なので実際にどっちがいいかっていうのは、それはプロでも分かれます。で、傾向的にはシャットになる人っていうのは、いくらか副グリップ、ちょっとこう左手がかぶって右手がちょっと下から持つ、こういう傾向の人で、こうやると当たり前だけど、このまま普通に上げたとしてもフェースの面見たら結構閉じた状態になってきます。シャット上向いた感じになって、で、この状態から今度はヘッド返しちゃったら左行っちゃうので、このままヘッドを溜めてきてローテーションしないでそのままこう腰で打っていく。そうするとフェースターンしないんです。なのでどっちかっていうと、この傾向の人のはパワーフェードを打つ人が多いです。実際にフックグリップだからフック打つわけじゃなくて、フックグリップの人の方がシャットになりやすくて、そしてそこからパワーフェード返さないでフェードを打っていく人が多い。で、ドローを打っていく人はプロでも逆にね、ちょっと右から左打っていく人なんかは
あまりこういう人はいないですね。どっちかというとほぼストレート、まあ、いくらかちょっとカッティングする人もいますけど、この状態からベースを閉じてきてローテーションして球を捕まえてこう打って、そうするとやっぱドローボールが打ちやすくなってくる。でさっき言ったようにアマチュアの人はどっちかっていうとこうやってってこうやっていくのは多分かなり厳しいと思います。で最初は自然に、まあ、その人がどのぐらいできるかが一番重要になってくるけど、あまりフェースをこうね開閉を抑えようと思うとどんどん手が固まってきてしまうので、最初はちゃんとクラブヘッドがこう動く動きをこう覚えた方がいいです。しっかり溜めてきてフェースっていうのはよく教えるのはアドレスでフェースがまっすぐになってますよね。でこの状態になった時にちゃんとフェースが、まあ、いくらか閉じていいんだけど正面の人からフェースの面が見えるようにしてください。この時にこうなったりするとプロはいいけどアマチュアの人はやっぱり内側引きすぎちゃったりとか、ね、ちゃんとまっすぐ向く。でこの状態ができると大体こう開いた状態ですね。でここからまたこのポジションフェースまっすぐみたいな感じで、重要なのは今のこのポジションができたら 手でやるわけじゃないけどこのまま今度回れ左で左向くとフェースが今度は真左向いてくる。こっちそうすると正面から見たときは今度はバックが見えてくるんですね、クラブね。これで180度回転したことになります。なのでまずそれを覚えてください。そうじゃないとヘッドのパワー力が風にボールに伝わらないです。最初からあんまりプロは返さないらしいね、今のスイングってそういう傾向らしいよっつってこんなことして終わったらヘッドが走らなくなってしまうので、まずはためを作るという意味でもちょっとこういくらか、ね、開いた感じからこう閉じる。一番はさっき言ったようにフェースの面を気にして練習するといいと思います。だいたいチキンウィングになったりとかヘッドが早くキャストしちゃう人っていうのはクラブが早くから前に出てきちゃってフェースが下を向いている傾向があります。こうなってくるとまた別だけど、必ずこのポジションの時にフェースがまっすぐ正面向く、そしてここにした時に左向くってことは練習でこの小さいスイング、この位置この位置、ここだけを練習していればこう構えて通り道こうしてこうやって、そうするとしっかりしたフェースの使い方、それでヘッドの使い方が覚えていけると思いますので、実際にさっき言ったシャットから少しオープン流行りのスイングは、まあ、レベルに応じてやっててください。なのでまずは今日の生徒さんもそうなんですけど、まだヘッドをキャストしたりとかチキンウィングになったりとかする人はまずは自然なローテーションを覚えられるようにして、それから使いすぎてきたりとか余裕が出てきたらフェースのローテーションを抑えて打つ練習を覚えていってください。以上です。今日の良かったと思ったら、いいねボタン、そしてコメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ごきげんよう。